皆さんおはようございます。今日もフィリピン・パラワン島のこの自宅の東屋、クブの中からお送りしています。これ収録しているのが2022年の9月4日です。今日が9月4日です。で、この前夜やっているね、ライブでちょっとね、ご質問をいただきまして、ちょっとね、面白い質問だったんで、どれだったかな？あ、これだ。ヒロ S さん、ね、最近ライブによく来ていただいてる方で、ちょっと考えちゃったね、コメントなんですけど、ちょっとそのコメントから読んでいきます。まあ、ガンダムマガポーって、おはようございますところから始まりまして、この動画を視聴してて、このライブのですね、この動画を視聴して思うことがありまして、初めての質問になりますので、よろしくお願いします。お気に入りのピーナ、まあ、フィリピーナですね、がいるにもかかわらず、他のお店に行っただけでパロパロ呼ばわり。これ日本のフィリピンパブで気に入った子がいるのにね、まあ、その子がまあちょっと付き合うみたいな感じになってて、他の店に行ったら、あなた浮気してるって言われるってことなんですけれども、これはお付き合いしているピーナからしてみれば、フィリピーナからしてみればね、面白くないのでしょうか。本当に怒ってくるピーナは本心から私のことを思っているのでしょうか。お金目的であなたが好きよと騙しているピーナさんたちも、男性がパロパロした場合、どんな反応するのでしょうか。騙す、騙されないは紙一重だと思いますが、現在の私にはそこのところがいまいち理解ができず考えさせられます。騙してるピーナさんも怒ってる素振りは見せるのでしょうか。どうなんでしょうか。よろしければ誠さんの意見をお聞かせくださいというのが来ました。これ多分ね、これもケインさんって方がね、よくライブ来ていただいて、ケインさんいろんなお店に行ったりね、今の彼女になってる子がいるって言ってますけれども、一言で言って、既得権っていう言葉ありますよね。既得権、すでに得ている権利なんですよ。例えばこれ、ケインさんにね、ケインさんがいて彼女がいますよね。で、ケインさんっていうのは、もう彼女にしてみれば、すでに自分のものになってるってことなんですよね。この先何が待っているか。お店に来てケインさんがお金を落としてくれ、売り上げ上がりますよね。その先付き合いが深くなって、例えば一緒に住むようになって結婚するって言ったら、もうケインさんがこの彼女のことをずっと面倒を見ていくようになるという、その権利をこの彼女が得ているということなんです。だからこのケインさんがこっちのお店に行ったりしてると、この既得権を奪われちゃいけないってことで、これは猛烈な、反対行動が始まります。既得権っていろんなところありますよね。ちょっといろんなお偉いさんでもそうですし、政治家でもそうですし、既得権、例えばフィリピンで言えば、ね、バランガイキャプテンですとか、市長ですとか、州知事ですとか、いろんなところありますけど、自分が得てる権利、それを侵害されるのは、これは黙っていられないっていうことなんですね。既得権なんです。はい。で、ね、お付き合いしてるピーナーからしてみれば面白くない。非常に面白くないどころか、これは危機感を覚えるわけですね。自分が得ている権利を侵されるわけなんで、お金目的であなたが好きよと騙してるピーナーさんたちも、男性がパロパロした場合、どんな反応するのでしょうか。まあ、パロパロと、その普通に、例えば夫婦だとかね、付き合ってる彼氏彼女が浮気をしたっていうから怒る。普通の日本人同士の感覚だったらありますよね。まあ、見限っちゃう場合もあるけれども。ただね、見限らないですよ、そんな。パロパロしたぐらいで。だって、その権利を侵されようとしている。例えばさっきのね、A さん。まあ、ケインさんって言っちゃったから、ケインさんって通しちゃおうかな。ケインさんがこっちの子に行こうとしてる。じゃあ、こっちのね、権利を持ってる子が怒って、この間を切っちゃうこと、絶対ないです。ここの間、こっちのことの間を切ろうとして、動きますよね。排除しようとする、この邪魔者っていうことです。僕ね、昔ね、あったな。僕が権利だったところね、マニラに移住してすぐの頃だったかな、移住する前かな。有名なね、なんつうのかな、援助交際カフェみたいな、ね、なってる、有名になってる LA カフェなんてところで、そこの子がね、うちに居ついてたことがあった。
そこで僕はね、まあしょっちゅう仲間とビリヤードなんかをやるんで、その LA カフェに溜まってたわけですが、ある日玉をついてて、たまたま一緒に玉をついて何ゲームかやって仲良くなった女の子がなんか僕にじゃれついてくる。僕になんか関係があったってわけじゃないんですよ。ただそのじゃれついてきてた現場に、うちに居ついてただけの女の子がその現場を見た。この女の子にしてみれば、僕はもう彼女にとって既得権なわけですよ。それを犯され、だって、ね、僕が住んでた快適なコンドミニアム、エアコンもある、あの、虫も出ないってところに住んでた、で、食べるものをね、好きなもの食べられて、そういう権利を犯されるんじゃないかっていう危機感だけで、何も言わずに、会話もなしに、僕がいて、この子がいて、この子にいきなり殴りかかりましたからね。乱闘です、LA カフェの中で。で僕は止めようとした時にね、その LA カフェのセキュリティガード、まあ、結構ガタイのいい彼で、まあ、よく知っててね、たまに玉ついたりしてたんですけど、そのセキュリティガードが今度僕のことを羽がいじめにしてね、いやダメだって止めちゃダメだっつって、やらしとけって言って、もうこうなったら止まらないんだからって言ってね、ビリヤード台の上転げ回って喧嘩をしてて、そのうちその僕のうちにね居ついてた方の女の子がビリヤードの玉を掴んでその子の頭を殴ろうとしたら、さすがにその時はねセキュリティガードがそのうちに居ついてた子を止めてましたけど、だから既得権を侵されるってことはそれだけ激しいことなんですね。もう一つありますよ、既得権って感じたのが僕の前妻。これね、マニラのKTV で働いてたんですね。はい。マビニ通り沿いにあるところだったんだけど、誰と言ったんだろう。当時のね、仲間とパーってそこに行って、あ、この店来たことないな、入ってみようよ。って言って入ったのかな。来たことあったんだ。で、たまにあそこ行ってみようよって言って、で、たまたまその時指名したのが、うちのね、前妻だったんですね。あの、バドガールのなんかこう、ボディコンの服を着てて、ママに、お尻と足を見てね、ちょっとママ今日あの子指名って言ってて、実際その店ね、そうだ、前に指名した子がいたんだ。で、その子が半分立ち上がってたんだけど、お前今日いいって、今日あの子って言ってやって、で、前妻が僕の席に来て、いろいろ話して、延長したのかな。まあ、結構バカな時代だったんで、飲めや食えややって遊んでて、どこに住んでるの？そこのね、KTB の近くのコンドミニアムだったんだけど、あそこだよ。知ってる？なんて話をしてて、別に誘うでもなくね、じゃあねって別れて、その時は帰りました。で、次にまたね、1ヶ月ぐらいして同じ店に行ったんですね。で、たまたま僕の前妻はお母さんが亡くなったっていうんで、夢中なわけだったです。で、店を休んでたって、1週間ぐらい休んでたって、後から聞いたんだけれども、で、パッと入ってたらね、ママが僕のところに来て、あ、今日何々ちゃん休み、お家で福岡って休みなのって言うから、僕は、あ、いいよいいよ、じゃあ今日あの子指名ね。そのことね、また楽しく盛り上がってバカにやって。そしたら、僕の前妻がその一週間のね、休みが終わって店に来て、僕が来たっていうことを他の女の子に聞くわけですよ。僕はもう半分ね、僕、前の前妻のね、既得権になってたわけ。なんかうまいこと言ったのかな、僕がガールフレンドになるかとかね、そんなことを多分なんか口からペラペラ出てくることで言ったと思うんだけど、反既得権になっていたらしくって、電話かかってきました、前妻から。もしもし、お店来たの、ね、お前誰だっけ、私、名前言って、私一週間休んでたの、今日お店来られる、いや今日はどこわかんないなって、気が向いたら行くよと。あ、そう？私待ってるから、一週間休んだから大変なの。あ、そうなの？夜はわかんないよ。俺仲間と遊んでて忙しいから、今だったら空いてるよ。これね、午後ね、2時か3時ぐらいだったんだけれども、今だったら空いてるよ。コンドミニアムにいるけど。行ってもいい？来たんですよ。一回しか会ったことない子。だからもう僕が半分ね、この、彼女にとっては既得権になってたみたいで、でね、コンドミニアム分かるって言ってたんだけど、なんかタクシーに乗って、タクシーの運転手になんか散々遠回りされて、コンドミニアムに来たんだけども、午後ですよね、午後の早い時間。で、僕にしてみりゃもうこう、浮かれてる時代だったから、わざわざね、一人でコンドミニアムに来たって。どうにでもしてって僕は受け取るわけですよね。で、どうにでもしました。
で、それからね、なんかそんな感じで週1ぐらいで泊まりに来るようになってて、でも彼女気づいたんですね、僕そういう相手がたくさんいるっていうので。でもきっちりと週1ぐらいで来て、他の女の子に負けないように掃除、洗濯、料理バッチリやるわけですよ。じゃあ仕事行ってきます。力行ってくると。で、その権利をつかむって、あるいはもうすでにつかんだ権利っていうのは体張って時間割いて絶対に守ろうとします。だからもう本当に彼女っていう状態になって、ご自分がね、彼女にとってすでに得た権利になっている場合っていうのは命がけで、この邪魔者を阻止します。それがね、そのフィリピーナの怖いところで、それをやきもち焼かれたりするとね、俺何モテてんのと。で、他の店に行ってまたね、君可愛いね、僕と付き合わないなんてことこれ言ってるんじゃないかな。そしたらその彼女もね、ちょっと電話かかってきて、こう LINE でね、コメントが来たりして、で、それをこの前にね、反既得権になりかけている子がその LINE をね、ちょっと携帯見せてとか見たりすると、もう大変なわけですよ。怒るわけ。私っていうものがありながら、ってなるわけですね。やきもち焼いてみせる。それは、その自分のね、すでに得ている権利、既得権を守るための場合が多いです。本当にね、惚れちゃった。あんまり、ないとは言えないですけどね。まあ、その権利を守るためにはどうとでも動くってことです。だからその焼き餅を焼いてみせる。新たに出てきた子もね、あなたモテるんでしょ、かっこいいわねっつって、彼女いっぱいいるのとか言ってね、ちょっと焼いてみせたりする。で、他の店にも行ってるなんて、あたくもうここに来てっつって、なるべくそのね、権利を獲得しようとする。で、その子が持ってるその既得権っていうのが一つとはまた限らないなんてこともあるわけで、ここがまたね、めんどくさいところで、悩ましいところで、で、その時にね、他にもその権利をいろんなところに持ってるって知った時に、このご自身がね、その子にもう入れ込んじゃってる場合っていうのが、またこれ厄介なんですよ。今度はね、貢ぎ競争しちゃう人とかいる。もう、でも最終的にお前と結婚しよう、うち買ってやるとかね、そういう状況になって、どんどん、なったりっていうのも見てます。はい。そうですね、今日はね、こんなコメントからいろいろ僕の過去のことなんかも思い出してしまいまして、騙す騙されないは紙一重だと思いますが、現在の私にはそこのところがいまいち理解ができず考えさせられますね。騙してるピーナさんも怒ってる素振りは見せるのでしょうか。はい、怒ります。素振りじゃなくて怒ります。あなたは私のもんなのって言ってね。騙す、騙されない。まあ、テクニックかな。あなたは私のもの。私もあなたのものよ。他に権利取られたくない。以上です。はい。ヒロ S さんですよね。ヒロ S さん。コメントありがとうございました。ちょっと話すと長くなってしまうんで、動画にしました。今日はこの辺で失礼します。